はい、皆様こんばんは、カズチューブです。12月12日の日曜日です。1212ですね、いかがお過ごしでございましょうか。お前は、今日は特段することもなくですね、まあ、この時期っていうのはね、なんかこういろんなものを準備したりとか、今年の1年のなんかこうまとめ、例えば弊社は12月決算なんで、会計的な事務もやんなきゃいけないということもあるんで、そういう仕事が多いね。だからね、でこの12月の後半、まあそうだね、次の週、明日から13日月曜の週始まりますが、20日の週からはもうお前はバタバタになりますけども、まあ、この11月の半ばから12月の半ばくらいまでは比較的この自分の時間という点ではゆっくりしていたのかなという気はしますけどね。やることはいっぱいあったんだけども、なんかいろんなものにバタバタ追われているという感じはなかった。今のうちにやっておけばいいかなという仕事をいっぱいやってましたね。原稿書いたりね、原稿が大変だわ。まだまだある。これからそう、2月いっぱいまでは原稿大変なのよ。キャンプ行きながらみたいなね、感じで、さて皆さんも年末きっとお忙しいことだろうと存じますが、どうか、風邪などお召しにならないように、ましてや、負けるな、オミクロン株って感じですからね、さて、最近ずっとパート4までやってますが、今日4までできるかな、気持ちの問題なんで、今日頑張って4までやって明日サボろうかなとは、いろんなこと考えておりますが、ですね、ちゃんかがさんです。大前さんおはようございます。朝見てくださいましたね、道南いさりび鉄道、函館の、鉄道の名前でしたね。いい名前ですよね。いかにも漁業の町という感じがしてとても好きな名前ですね。いい感じだよね。北近畿丹後鉄道もいいですね。いいでしょ。僕は北近畿丹後鉄道は好きです。昔の宮津線なのかな、あの辺ね。でそれからですね、秀救急さんは、富山には愛の風富山鉄道がありますね。知らないわ。そうなんだ、あるんだ。また富山地方鉄道には元京阪の2階建て特急が走っていますねねって言われても俺分かんないんだけども、富山地方鉄道、地元では地鉄なんて言い方をしますよね。富山の JR 富山駅前の大きな信号、交差点の信号の、音の出る信号機ってあるじゃない、よくダダダダダダダっていう通りあんせのメロディーが流れたりするんだけども、前にも言ったから、富山駅前の、音の鳴る信号機はこきりこぶし、タンタタタンタタタン、違うわ、こきりこのトントントンタタタンタタタンタタタタタタタンみたいな感じのメロディーが流れます。こきりこのおたけは七寸五分じゃみたいな感じの民謡が確かあったのね。そのこきりこ節のメロディーが、富山駅前の、音の出る信号機には、では流れます。本当どうでもいい話ね、ごめんなさい。というわけですね、富山の鉄道の話ありがとうございました。それから谷健さんは、今日は目覚めのカズチューブです、ということでいろんな時間帯に、お聞きいただいてますね。ビーズ TV にアップされているドラフト会議の裏側映像で、スカウトの皆さんはめちゃくちゃ盛り上がって完璧やとおっしゃっていたのですが、100点満点だとは、遅かれ早かれ、全員が活躍すると良いですね。来シーズンも楽しみですということですね。昨日のドラフトのお話、宮田 GM 補佐とお話をした時に、今年のドラフトは思い通りの選手たちを指名することができたということをおっしゃっていたんでね、まあ、その選手たちがこれから活躍するかどうかということになっていきます。Dreams Come True さんは、ギター弾いていただきありがとうございました。まあ、弾いたというより鳴らしただけ、まあ、しかも最初のワンフレーズっていうか、フレーズじゃないよね、もう小説だったんだけども、もう少し聴きたかった、また機会があれば。昨日12弦ギターをちょっと鳴らしたんだよね。ヤマッチョさんです。新人の話題が出ると100本ノックに備えないとと思ってしまいます。
100本ノックって皆さんご存知、今年からこのカズチューブとかね、カズラジオを最近お聞きになった方っていうのはひょっとしたらご存知ないかもしれないけども、毎年オフにね、大前和樹のクイズ100本ノックっていうのをオリックスの携帯サイトでやるんだよね。でその問題を100問も考えるんだけど、それまだ考えてないわ今年。いつもだいたいね、秋のキャンプぐらいから、あるいはこの、ファンフェスタあたりからちょっとずつこの溜め込んでいくんだけど、今年はまだ何にもしてないね。そろそろちょっと頑張ります。ぜひ皆さんも、クイズ100本ノックに、挑戦してみてください。おそらくやるであろうというクイズです。もうずっと何年も10年ぐらいやってるのかな。オフの恒例企画でございます。オリックスバファローズ、携帯サイト、クイズ100本ノック、ぜひご参加いただければ素敵な商品が当たりますということ。順位も出るんだよね。ぜひ挑戦してください。あると思うよ多分。まだ聞いてないんだけども、詳しくはウェブでということです。そうだな、それもやんなきゃいけないというねことではありますね。それからそれからよ、秀99さんだったかな、僕が今このメガネ、リーディンググラスというか老眼鏡かけるでしょ。で、このこれね、これも老眼鏡なのよ。クリックリーダーって言うんだけども、これをしながら老眼鏡をかけることがありますって、僕もよくあるので、昨日もそんな感じだったんだけども、クリックリーダーっていうのは、まあ、最近割とする人多くなってね、テレビでたまたま日野翔平さんがこれをされてるのを見て、10年ほど前かなに初めて買ったの。だから、今ほど知られていない時、今もあんまり知られていませんけどもね、で結構いろんな色を制覇していたんだけども、今僕手元に残ってるのはこれも含めて4つだけ。一時は10個以上あった。赤は今あるか、オレンジにブルーに紺に、なんか色だったよ。10個ぐらいあったんだけども、いろんなところでこうやってなくさないためにこうかけてるのに、どっかでなくしてくるんだね。遠征先の宿泊したホテルとか、新幹線の中とかって、もう本当忘れてくるのね。もうそれが今4つになりまして、もうそこはなんとかなくさないように頑張っていて、この、ラスト4つになってからは結構1年ぐらい持ちこたえています。はい、クリックリーダー、おすすめです。メガネメガネどこあるのって探さなくていいように、こうやってね首からかけるという、こういうものがあります。そんなに高くないんで。さて、まあそういうわけで、今日のパート1でございますが、あ、またピンボケ。これ僕がこう前後するとこうボケるね、やっぱりね。この辺の調整機能が人間の目と同じように、だんだん効かなくなってきてるのかもしれない。てなわけで、ちょうどピントも甘くなったところで、今回の今日のパート1は、終了ということにしたいと思いますが、さあ皆さん、そろそろ今年の漢字一文字考えてますか？明日かな、清水寺の、今年の漢字一文字が発表されるのはね。またピンボケ、なんでボケるんだろうな。もう本当に一時調子良かったのにまたダメになってきたね。はい、というわけで、そろそろキャンプに向けて本当買わないといけないね。はい、というわけで今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。また次パート2よろしくお願いします。今日3本出てます。なんかこういうのに囲まれてると幸せなんだよね。